岡本龍之介から1912年5月14日は、紀州藩出身の国粋主義者、大陸浪人、陸軍少佐、朝鮮区内府県軍部顧問。本性は諏訪。竹橋事件に関与して、官職剥奪。木の戸羊事変を主導。侵害革命が勃発すると、上海に渡り、統治で隠しした。号は投降。紀州藩の精神。 諏は新江門の第二子。江戸藩邸に生まれる。岡本家の養子となり、岡本姓を名乗る。幼少より、文部の際に富、15歳で幕府の法術練習所に学び、16歳で江戸城府奇襲藩方兵頭となり、将棋隊に加わって、砂漠派として官軍に抗するが後破れて、伊勢松坂に装置される。維新後の藩政改革で、でやかまた栄吉、 むつむねみつに見出され、登場して1874年に陸軍隊員となる。1875年の高加島事件の際に、朝鮮に派遣された黒田清高に随行して渡韓。1877年の西南戦争では、大阪近代の参謀隊員として、山地元春と共に九州各地に転戦。戦後に、高で少佐に進み、 東京鎮大予備砲兵第一大隊長となる。竹橋事件では高戦とする部下の内山貞子、ご、井らに押され、参加。しかし当日の決起直前に突如生官の姿勢へと転換、午後10時アスカヤマへの行軍を開始した。暴動発生後も参加を進める部下を抑え、そのままアスカヤマで宿泊した。しかし、結局は竹橋兵衛の隊長として、暴動を知りながら、 上官に報告もせず、暴動勃発後も鎮圧に当たらなかったとして、官職を追放される。これらの行動について、反乱を通して、当時西南戦争に関与したとして投獄されていた、むつむねみつを救出しようとしたものの、直前に、津田でにいさめられ反乱を思いとどまったとの説もあるが、当日だと面会したことは実証されていない。そして路頭に迷っていたところを、 同伴の蒲田英栄吉から福沢諭吉を紹介され、門人となる。福沢邸で書生を務めながら、共に官職を追放された松尾三大太郎と、慶応義塾に学び、金玉金、木栄光と信仰を深める。ついで、日蓮州の荒井美札と日蓮主義を研究し、方熊楠とも、信仰を持った。井上角五郎らと共に、金玉金を追って、上海に渡り、 ついで、大鳥圭介講師やむつ宗光外相と共に、京城に渡り、遠征外との接衝に努める。陸軍の福島康政と図り、雲宮より、大院君を報じて、朝鮮内部の改革を主導して、朝鮮政府の軍事顧問に就任した。晩年は、品革命を延長しながら東洋政策の研究と、日露交渉北海道志向、政教中正論などを記して、 北海道史や日蓮仏教の研究などを行った。1912年に、新国上海を視察中、休止した。実定に、陸軍エリートから、パリの日本人向けホテル、ホテルタトラニーの経営者となり、謎の死を遂げた、諏訪秀三郎がいる。1872年に18歳で、ソネアラスケラと共に、陸軍派遣のコー留学生として、 フランスで2年間学んだ後帰国、1877年に、井上薫の欧米視察に伴って、パリに滞在し、翌年帰国し陸軍に報じたが、軍を辞め、ベルギー女性と結婚して1880年に突つ。その5歳が死亡し再婚。港クマグスによると、下宿野郎家父の夫となって宿経営に当たった、という。日本の舞踏、相撲の興行も企画したが、 警備等の醜悪な風俗を海外へ出したくない、明治政府が許可しなかった。事件か自殺か不明だが、ベルギーの運河で額を銃で撃たれた死体として発見された。1895年、大院君は、岡本が用意したクーデター布告である、国田広告論文を承認。いざ入場し、狐を臨機処分せんとして、大体の指揮官に立ち、次に、 ディアマネ会頭のリオシの訓練隊が続き、時の中間講師、三浦五郎と鬼脈を通じて、一部の志士や朝鮮人訓練隊などと共に10月8日の夜、大院君を用して王城に乗り込み、便秘は暗殺された。この事件で退官命令を受け、広島監獄に収監されたが、死亡と殺害に関しては、証拠不十分で免訴となり釈放された。大員君は、 岡本の同行を求めた孫のり怒りに対し、お前だけは居残り、一万一この居が失敗すれば、日本に亡命し、後日を着せよと述べた。東京都大田区の池上本門寺に、東高岡本龍之介坊がある。法号は、大文院、東高日伝大古寺。墓の裏側には、開江5年8月14日を江戸赤坂、和歌山藩邸生。 明治45年5月14日を申告、上海没と記されている。ありがとうございます。